こんにちは、えー、今日ここでお話しするのはあの日本語で無印良品、えー、ノーブランドグッズ、えー、それを、えー、世界中で m u j i 無 u と愛称されている、えー、生活用品の全体像があります。その えー、無印良品軍の誕生から現在に至る物語ですまああの90分九十分ぐらいの間でどれぐらいお話ができるかあのちょっと不安もありますが、えー、お話をあの進めていきますというのは私は無事にの誕生についてちょっと責任があるいわばあのおさんばさんみたいなものです。私は来年80歳になるんですけど 「ア・ライフ」っていうこのタイトルをつけたのは無知と関わった私の人生の記録みたいなものでもあります。えー、1980年12月「無印良品」は一色の新聞広告として日本の主要な新聞に発表されました今あのご覧になっているのがそうなんですけれどもそれのポスター版ですねその時から まあ、あの地球の環境に対して何が一番大事かということを考えていたデザイナーチームアートディレクターの田中一子さんがクラフト紙に一色でコーポレートカラーの無地の色を作ってそれで印刷をしたこちらはポスターです。でこのメインビジュアルなんですけど札を持っていてこれだっていう。 これは、ね、あの日本の時代劇で、えー、正しい結論っていうのを見せるもう定番の図絵柄なんです。でこの「無印良品」って書いてこれだっていうことはものすごくね普通のポピュラーな時代劇の、えー、定番だからあのおじいさんもおばあさんも 子供たちもわかるんですよねこれをやったデザイナーが日本の美学の一番の継承者と言われるアートディレクターの田中一子さんっていうことをちょっと覚えておいてください。それで、えーまあ、書かれているのは「無印良品」。で日本語ってあの4つの漢字で表現することが多いんですけれどもこの「無印良品」っていうのは。 初めて日本人全員が見ましたなんだこれは。で、えー、これはさっきおさんばと言いましたコピーライターが私なんですね。でキャッチフレーズは「訳あって安い」。訳っていうのはそのものの製品商品の理由ですね。で、えー、その商品の一つ一つにこうだからお客様に あの提供できるこういうリーズナブルな価格ができましたっていうことを書いてます。で広告というのはあのそのものを歌い上げるっていうことがあの大事ですよね。どれぐらい素晴らしいかそういうことを私たちも広告の世界でやってきたんだけれどこのビジュアルとコピー特にコピーはですね一行も これがどんなに素晴らしいということは書いてないんですね全部このものは、えー、こういう理由で例えばお百姓さんがあのー、あまり忙しくない時に豆を丁寧に仕込んだお味噌なのでこれは確か初期は中国からもいただいただいたと思いますそういうことをこの文字に ずっとただ丹念に書いてあるだけですこのような訳を語るだけのような広告っていうのはアートリィクタの田中さんにも私コピーライターの歴史でもちょっと経験したことのない試みでした。でそれを可能にしているのが無地無印狩猟品なんですね。ブランドの名前で売る必要のない実質的なものが商品だからです。 無印はものそのものの価値を伝えるだけこういうものですがどうぞという飾らない姿勢がそこにありますですがその時代は1980年81年ですね日本の経済が活況を見せていていわゆるバブルに向かっていくでヨーロッパの有名なブランドが 人気上昇の勢いいに乗ってたた時でした個人が好みで買うことは当然なんですけれども日本の業者がブランドのヨーロッパその他のブランドのロゴやマークの商品化券を買ってそしてそれを例えば T シャツなら T シャツの一つその買ったロゴをつけるだけで 実質の T シャツの価格よりもすごく高く売るようなことがだんだんにこう一般的になってきたんですね。それを私たちは付加価値の間違ったた運用と思いました生活に必要なもののその価値をきちんと伝えるということがまずしたかったことですね。それでちょっと冗談なんですけど。あの まあシャネルだったらシャネルはココシャネルっていう女性が1920年代に活躍しましたよねでもそのシャネルというロゴを日本の業者が買ってそれであのちょっとなんかトイレットロールにわざわざきれいなカバーをして刺繍でシャネルとか書いてそういうものが売れていってしまうような時代。で私たちは まあ今の時代にココシャネルが生きてて東京でトイレに行ったらあら私の名前がトイレに使われてるわって思うんじゃないかと思うような感じでした。でその頃この無印良品のポスターに出ている「声優ってあるんですけどもそれは、えー、スーパーマーケットですねとせあのセイブというあの百貨店もあるそういう。えー 流通業のオーナーの堤誠二さんという方が何人かを呼ばれましたそこで、えー、経営の人たちとそれからデザイナー私のようなライターの何人かのブレインストーミングを始めたんですねでテーマはラプライベートブランドを作ろうということなんですけれども どういうものを今のこの時代に日本に作りたいかということで討議しましたその時のブレインストーミングが実際には無印誕生の出発点となりますこれ40品目なんですね今皆さんが来てくださっているこの無印上海、えー、商品アイテムとしては7000品目この さっていうのすごいですよねこれだけ皆様が注目してくださっている今の無地がこれだけから始まったんですねものすごく基本的なものばっかりです条件のナンバーワン日常生活にとって必要なものからまず作りましょう、えー、生活の用具道具などはとにかく使いやすい用途中心の考え方 食べ物なら,なら美味しく安心な素材着るものも素材中心に選びます着心地を大事にしますそれから、まあ、生産の工程をきちんと点検して無駄なあ経費がかからないことを、えー、考えそれからあのパッケージですね無駄な装飾を省いて簡単な パッケージにするまあ以上のことを実現することで消費者に物の内容に適切な価格が提案できるそういうことを自信を持って発表しました例えばあの工業資材で生まれてくる金物で例えばアルミニウムそういうものも先ほどあの深澤さんの説明にもありましたけれどもあの単にアルミニウムの板を すっきりと組み合わせることで名仕入れができるとかそういうことを始めましたそれからまあ現在受け継がれている無地の、えー、コーポレートアイデンティティ CI の基礎が生まれますそして広まっていきました当時のポスターをいくつか見ていただきますが一見すると何でもない地味なものたち鮭、えー、の端っことか 頭の部分とか尻尾の部分とかそれから、えー、と乾物の椎茸たけはあの生産の過程でちょっと欠けちゃうものもあるで日本のマーケットだと完全な丸の椎茸たけしかあの売らなかったんですけどそれよりもおいしさは同じなんだからというので割れ椎茸ですから時代の経済の彗星はバブルに向かってこうどんどんいっても。 生活の基本はしっかりと考えたいという消費者がどんどん反応してくれましたこの「鮭は全身鮭なんだ」ってなんて言います中国語で私はまあコピーライターが鮭になっちゃったんですよねそれで全身おいしいんだから食べてよっていうことが素直にコピーになったということは やっぱり日本の,あの缶詰の業界では真ん中の丸い切り身のところだけ缶詰にきれいに入れたものをきれいに売ってたんですけれどもあのこの,あの活躍金のたくさんあるあの端っこの方もあのむしろおいしいんですねだからそういうものも受け止めましょうっていうことです。 で、ここで指摘したいのは無印良品っていう概念のもとになったのは。スーパーマーケットの商品部の中に。たくさんの、あの豊かな知識と、もう調査の結果があったっていうことですね。そういう商品知識と情報です。あの。より良い食品や生活用品は。今まで見過ごされていたもの。基準から外れていたもの。 などにあるのではないかという考え方が一つ生まれました。それがこの後のあの商品計画にまた反映されます。まあ、こういうものがありますよっていうその商品を調べてマーチャンダイジングする人たちのメモがものすごくってそこそこから私たちは本当に勉強したし、これはあの企業の中の えー、商品部の方とデザインチームとのとっても幸せなあの仕事の結果を作りましたね、えー。無印良品を成立させているのは良い商品良い環境良い情報その3つの柱なんですが誕生の時から商品と情報は一体のもの。 それを同じスピリットで表現するのが良い環境すなわち良い空間としての店舗でした。それから食品ではこういうものがあるよ、えー、生活の、えー、雑貨ではこういうものがあるよというのを最初はあのスーパーマーケットのそれぞれの部門にあったんですけれどもこれをまとめると一つのライフスタイルというものが 生まれるということに自信を持って、それではパイロットショップを作りましょうというふうになったんですね。これが青山に生まれた第1号店です。そしてこの上海でもまたものすごい力を振るってくださった杉本隆さん、デザイナーの仕事で、その時まだやっぱり青山だともうピカピカの綺麗な店がどんどんできていったんですけれども、 これはあ九州の炭鉱の溶鉱炉の中の使われてきたレンガの外装ですねそういうもので無印良品は、えー、立ち上がりましたまあ外装も内装も重機も時間を飲み込んできた者たちで生まれたお店の空間ですね これがもう30数年経ったこの上海で今回の1階に入ってらっしゃると古い船がありますよねああいうものにこうドンとまた現れているという象徴的な出来事があの素晴らしいと思って日本から来たスタッフはみんな感激しています。まあ、あの企業の姿勢を語るものとして一つの,あのキャッチフレーズを作りました。愛は飾らない って言うんですけどこれはねあの赤ちゃんの産着を選ぶお母さんに特に言いたかったことでしたあの本当に赤ちゃんにとって優しいというお母さんの愛情の表れは肌に優しい素材、えー、今ではオーガニックコットンはもう一般的になりましたけれどもそういう選んだ素材で、えー、赤ちゃんを包んであげるそれから 強い色とか、えー、たくさんの飾り立てたものたちよりも本当に素材が大事ということでこういう象徴的なビジュアルが生ままれてますそれからこのイラストレーションなんですけれども、えー、私たちの仲間でもう亡くなってしまったんですが山下雄三さんという人が描いていてこれはあの墨でこうサッと描くイラストレーションなんですね。 で中国の書が日本の書の、えーまあ、先生みたいな私たちがたくさんの学んできましたけどそういうその墨の書でポンと一つの思想を表すというそういうイラあのアートディレクションを田中莉子さんがしています。で広告もこのようにあのものに密着した地味な仕事をずっと続けてきたんですけれども。 それをやっている無印良品が日本の国内でとても注目を浴びて、えー、いろんなあの賞をいただいたりするようになりますその頃のポスターをちょっとご紹介しますけどこれはすごいちょっとあのユーモラスなんですよねなんかあのドクターが、えー、天体を観察しているのに子供にあ なんか土星と同じような帽子かぶせちゃったっていうのをこれはあの日本で今ナンバーワンのイラストレーターの和田誠さんという方が書いてくれました。それでまあ自然当然当無印っていうのは私たちは例えばまあ自然は自然に育ってきててそれがブランドでも何もなく、えー、当然。 私たちの環境を作ってくれるものとして一番大事にしているわけですけれども無印もそのようにありたいということで自然当然無印って私は大真面目で原稿を書いているんですね。だけど、ね、イラストレーターの面白さっていうのはこういう面白い絵を作ってくれるそういう,こう掛け算の広告のクリエーションっていうのがあります。でまあ、自然の ままんまっていうことを受け継ぐものづくりっていうことですけどあの羊はその育った環境あるいは種類によっていろんな色がありますねそれらをその焦げ茶色だったりベージュだったりという素材をそのまんま受け継いできましょうということをコンセプトにしてます。それからですね ここに出てるおじさんたちはあの東京湾の端っこでちょっと仕事をしている、えー、船乗りじゃなくて木材の専門家ですね。で木綿というのが本当に、まあ、あの肌にとっていいということでいろいろな木綿のシャツを作りましたけどもこの時はその人たちに来てもらったそれはまあ彼らがモデルになってくれるわけですけどもなぜかっていうと。 やっぱり本当にリアルな人たちリアルな生活をしている人たちと一緒に無印良品はありたいと思っているからですで、えー、ある日お手紙が来ましたでさっき見ていただいた青山のお店ができてから5年間ずっと無印良品のすること店を見てきましたロンドンから来たんですね でロンドンにあの皆さんご存知だと思いますけれどもリバティ百貨店というのがありますでリバティ百貨店は、まあ、イギリスのデザインの歴史の中でも非常に大事な役割を果たしたんですがずっとあの東洋のものを勉強し、えー、入れてますね東洋といっても中国それから中近東のものまで入ってますもちろん日本も入ってますでそこの百貨店の女性のマーチャンダイザーが 現在の東洋の最も優れた企画と商品として無印良品をリバティの創立110周年記念行事に招きたいということでした、えー、お手紙は「私たちは常に東洋から学んできた現代のもの作りを無印良品から学ぶ」っていう言葉で結ばれていて「あっ」と私たちも思いました。 こうしてまあリバティ百貨店のカナビーストリート側、えー、スウィンギングロンドンの1960年代からもう大変あの有名な地域ですけれども、そこに無地の第1号店、海外第一号店が誕生したんです。でまあその後の発展は皆様ご存知の通りです。現在世界26の国と地域に700ありの無地の店舗が 存在していますそしてこの上海が旗艦店として世界にどんどん知られていくそれでですねえっ、ー、と2015年今年ももう終わりになろうとしてますけれども2015年のキャンペーン原健さんのディレクションのポスターですけれどもこの時、えーまあ、私が1 9 183年に作った言葉さっき出ましたね和田誠さんのイラストレーションの「自然当然無印」っていうのをもう一回使いたいって言ってくださってまあ30年余りの歳月を経てなおこれが使えるっていうことに企業の思いがぶれていないっていうそういうことを思って、まあ、制作者として非常に幸せだと思っています。 でえー、ここからはです、ね、無印良品の最近の店舗環境からいろいろな、えー、気づきをあの取り上げてみようと思います。で無事らしさというのは何かっていうことに入っていくんですけれども、えーまあ、社員もお客様もパートタイマーの人たちもみんなが共有できる個別の商品の無印さということを共有しようと。 してて作っている小さなグラフィックなんですけれどもうんこれはですね「無地らしさ」というのは細部にわたって無地が注意している留意しているものづくりそのことを改めて表現するということにしてあります。でえと3つほどの,あの気づきというものがポイントがあるんですけども第一に「 まあ、心と体に優しい心身に優しい、えー、肌に優しいまたデザインの表現として、えー、静かに納得ができるデザインそれから2番目に地球環境に優しいっていとうことですねもうあの地球の、えー、使い切ってしまった地球の限度が来ているのは皆さんももちろんご存知だと思いますけれども。 だから洗剤なんかでもあの洗ってこう水で地面に流していってそれがどういう結果を生むかあるいは電気を使いすぎて破綻が来るとかそういうことを全て考えて、えー、商品計画をする地球環境に優しいそれから、まあ、グローバルな感覚に通じるかっていうことですね。あの 日本だけでこれがいいわねって言ってるのじゃなくて世界のの消費者の人たちとと共有できるという感覚例えばその人間の足はかかとを中心に90度っていうその直角ですね直角のソックスが生まれたりそれからタートルネックなんですけども襟元がウールだけだとチクチクして気になったりアレルギーの人もいるんですが。 そここに麺を混ぜることでチクチククしないタートルネックそれからこれは和食器なんですけれどもあの西洋の食事にもそれから中華にも使えるで、まあ、日本語で「異食獣」っていう言い習わしがあるんですが人間生活の要点がここに集約されているんですね無地はこの3要素を満たすベーシックな商品が作れればいいと思っています。 で今日のトークのタイトルにした「Life withMUJI」というのはつまり無地がこの3要素を満たしている生活像のことを指していますもうちょっとあの急いでいろんなあのディテールを見てみますね、えー、っとステンレスのキッチンツール同じ素材で作ってある、えー、それから、えー、次いきますかポリプロピレンのボックス これはあのどうしても水回りのもう化粧品はなんかこう林立しますよねそういうものがこの写真もちょっと象徴してるんですけどもあのきれいに収まって一つ一つのものがこう主張してうるさくならないようにまとめることができるでこの中ねよく見ていただくと化粧水があるんですね。で肌につける化粧水 これはもう本当ににみんな敏感に考えますよね。えー、だからどんなあの有名高級化粧品でもそ,れをそのものが肌に合わなければ使えないし一番こう素直に肌を潤わせてくれる水その調査に入ってそして東北の,あの岩手県にの山奥に、えー、素晴らしい水脈を見つけました。 この天然水が使えるということが元になってそこからまたより良い、えー、お肌の周りの商品ができないかというのが、えー、無印のこの担当チームの素晴らしい仕事でした無印はまずデザインから始まったのではなく日常生活の必要から始まったのですデザインだけを売ることが目的ではなくて、えー、デザイン があって成立する最も生活に必要なものが無印良品というふうに考えてほしいです。えっ、ー、とですね、これはね私が実際にここのところをすごく実感してるんですけど、あの部屋に何かあの絵なり写真なりを飾りたいと思いますよね。で私もあの美術の小さなギャラリーをやったりしているので、そこで無印のアクリルの額が 欲しい。それは必要なんですね。そしたらその額はどうやって壁に留めるっていうので、えー、あんまり仲間もも気ををつつけけてなかった、たいいものを見つけたんですよ。これはもう針の先端がものすごく細くてで、えー、っとあの壁に刺して抜いた後ほとんど跡が残らないってよくこんなもの無印の商品の人たちが作ってくれたと思いました。 えーとお話もそろそろ終わりに近づきました、えー、ちょっと一息お茶でも飲んでいただくかなっていうことでまああのいい素材であるということがやっぱりあの美しい、えー、いい素材は目にも美しいですねということが言いたいんですねこれはオーガニックのハーブティー。えー、とそれからまあ えー、私たちはこういうあのハードキャリーの、えー、キャリーバッグを、えー、持って、えー、東京に帰ってきますけれども、えー、この,のキャリーは、えー、上海にもたくさんあの来てます皆さんお気づきだと思うんですけれどもこれもやっぱりあの単に機能だけではなくて形の美しさ素材の与える感じというものをそういうものがデザインの大きな要素なんですね。 まあ贅沢を追い求める高いものを追い求めるという時代の勢いに対してこれでいいのではないかって探して見直してアレンジした商品群これが、えー、当時の日本ではアンチエスタブリッシュメントというふうに受け止められましたがそのことに共感する消費者がどれぐらいいるか始めた私たちの予想を超える反響が続いていきました。 ここれはどういうういとでしょうか背景には日本人の中にある価値観美意識があるとまず指摘したいと思います。でよく言われるのは詫びサビなどの全的な表現なんですがこれは日本人の好みの中に時を経たものの表情や未完成不完全なものに美を認めるという感覚があると思います。 まあご覧いただいたように田中一子さんが初期のデザインで出してくださったモノクロームっていうデザインポリシーこれは山下雄三さんの,あの墨の一筆書きのイラストレーションなどを使ったものがありますがこれを迎えた日本のの消費者の感覚に私は注目しましまた何も際立ったことを言わないでただ商品の真実を伝えてきた情報から 何かを受け取ってててシェアしてくれているんですね、まあ、その何かが重要なんだと思うんですでその何かはもの、まあ、を使ったり食べたり人間の日常生活のいろんな局面での、えー、その生活に対しての期待とか夢のようなものに基づいているのではないかと思います。 こうあったらいいなとかこういう生活が望ましいなっていう願望それは人によって千差万別なんですけれども普段の毎日の生活はやっぱりシンプルでベーシックなものがいいという感覚は世界共通だと思います。これが無地があの北ヨーロッパでもアラブ諸国でも選ばれ使われている理由です。 こうあったらいいなっていう感覚は日本では中世に書かれた言葉に象徴されていてそれはまああの健康講師という変わったお坊さんがいたんですけどもその人が「レズレグ草」という本を書いていてそれは14世紀ですねその中で日本人の生活美学生活思想を指摘しているのです。 例えば「花は盛りに月は熊なきものをのみ見るものかわってこれちょっとシェイクスピア・イングリッシュみたいですけど花は満開の時だけが美しかったり輝く丸い満月だけが素晴らしいのではなく花も緑も散りしおれた庭や雲がかかったり傾く月も美しいっていう日本人の自然観を指摘しています。アランマ星っていうのは こうだったらいいなとか、こうあってほしいっていう希望的感覚の表現です。生活はこういうふうにシンプルで気持ちよくあってほしいっていう感覚。まあこれは世界のどこでも共通の感覚だと思います。えー、そう思っていましたら、あのアメリカのサイエンスフィクションの作家がロンドンの新聞に書いた面白い記事を見つけました。 ウィリアム・ギブソンという人なんですけども、えー、その、えー、書いた文章「無地」について書いているんですね。「無地は私が考えているところの実際には存在しない素晴らしい日本を思い起こさせる例として完璧だ」「その日本とは精神的なもので爪切りからプラスティックのコートハンガーまでもが善の純粋性を備えており」 機能的でミニマルで価格が適正なのである私は無地が生まれ出る日本に行ってみたいと切に思うそこで休日を過ごしたら滑らかで透き通った静けさが天然繊維と無漂白のダンボール素材の見事な組み合わせによって私のものになるだろう私の浴室用品はそのもの以上の何物でもなく見えてくるだろうし私だって ありののままの私でい続けるだろうもしムジランドというものが存在するならそれは日本ではないどこかといえばそれはロンドンここロンドンにあるのではないだろうかそれでここ上海にもムジランドはあるのではないでしょうか以上です。